えー、山場というに行ってきました、えー、休憩室から見たらこんな感じで温泉の風景もこんな感じで温泉に入る前に釜飯を頼みます。で釜飯頼んで温泉が出たらあのこういう釜飯が出てまいりますで。その名物の釜飯を食べましょう。私は鴨がおすすめでございます。 はい。こういう風にしておこげもたくさんあの、おこげとかも食べれますし、えー、盛り付けて自分で食べます。えー、非常に美味しくて、出汁が効いてて非常に美味しいんで、ぜひ食べていただきたいですで。これ山菜そばになっておりますので、冷やしで非常に美味しいので、こちらの方も食べていただきたいです。非常に上品な味がします。行くまでに寄り道できる場所もたくさんありまして、こういうダムとかもたくさんありまして、道の駅もあります、えー、ので、ぜひ見ていただきたいと思います。 はい、でこういう風に行く道までも美味しそうな料理屋さんはあります。はい、でアクセスはあの大和駅からバスが出てますけどレンタカーで行った方が絶対だあのいいと思っております。